おっす、タイゾウ。どうも、タイゾウです。今日はですね、アンダーアーマーの福袋を買ってみた。ということで、2人で買った福袋と、今日のゲストの方の福袋とで、ちょっと開封儀式をやっていこうと思います。ということで、今日のスペシャルゲストはこの方、トキくんです。はい、よろしくお願いします。簡単にトキくんの、プロフィールをご紹介したいと思います。トキくんはですね、あの人気ゲー雑誌バディやその他にもですね、様々なメディアに、出て活躍をしているモデルさんになります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ早速開封儀式をやっていこうと思います。せーの、スタート。じゃあまず最初にこれ、なんとお値段1万円なんですけども、税込み価格1万1000円、これを2つ買いましてですね、はい、中身はどんなものが入っているのかをちょっと見ていこうと思います。楽しみに。僕アンダーアーマーね、買ったことがないんですよ。あ、そうなんだ。そう、買ったことない。じゃあまず僕の方から何が入っているかを1個ずついきますよ、皆さん。福袋これ1万1000円ね。1万1000円でどうなったか。まず1個目、チャラン。これなんだろう。これね、SM って書いてるよ。SM? 変な。これ7000円って書いてる。7000円の何が入ってるかちょっと開けてみようと思います。これなんか柔らかい。柔らかい洋服。あ、パーカーなの。かわいい。これなんか JA って書いてる。あ、UA だ。全然頭が分かってない。UA のパーカーが入ってました。これ7000円の商品でした。次、じゃじゃん。靴下。靴下。これ1000円です。うん、次、じゃじゃん。これなんだろう。これは、アンダーアーマーの、ウェア ?SM って書いてるけど、これはなんだろう。SM って意味は、わからないけど。S サイズ。S サイズ、はい。ちょっとこれ開けてみようと思います。これはね、値段ね、これ高いよ。3500円だって。もうこの時点ですでにさ、7000円、1000円、3500円で1万円。元取ってるね。うん。お、かわいい。見て見て。こんな感じ。あとでちょっと僕これ着てみようと思います。アンダーアーマーの半袖です。次行きます。じゃじゃん。なんだろう、これね、半ズボン？これ、あ、これすごいよ。9000円だって。高っ。やばくない？これ9000円だよ、これ。やばい。高い。じゃあちょっと開けてみようと思います。これ9000円。やばいね。うん。9000円のズボン？なんかくっついてる。ついてるね。うん。はい。じゃ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 ん。あ、これ、なんていうのこれ。ウェアの、なんか半ズボン、長ズボン。七分丈のアンダーアーマーの服です。次いきます。これでもう9000ね、うん、次いきます。じゃじゃん。これなんだろう、これはウェア、ここに4500円って書いて、いただけてみよう。これ4500円って高くない？あ、これなんか通気性が良さそう。後ろはこんな感じになってます。じゃじゃん、アンダーアーマー、トレーニングに良さそう。ジムに使おう。次、まだあります。じゃじゃん。まだ入ってるよ。これいくら？7000円だって、これ。やばくない？ 7000 円だよ。じゃあ、ここに。あ、これは、あ、ズボンだ。ズボン。あ、長ズボン。じゃじゃん。うん。これ、なんか、ジムで使える。ジョギング用かな？これ7000円のズボンでした。よし、じゃあ次行きます。次。まだあるもんね。まだある。じゃじゃん。これなんだろう。これは、上着かな、わかんない。5500円。これなんだろう、ちょっと待ってね。これなんだろう。あ、パーカーだ。パーカー。うん。これパーカー。こんな感じのやつです。はい。これが5500円。じゃあ次行きます。最後。じゃじゃん。最後これ。これは、7000円だって、これ、たっけ。すごいね。やばいね。一個一個、いい値段するね。高い。じゃあこれは、
あ、長袖。アンダーアーマーの長袖です。これ着てちょっと写真撮ってみたら、ちょっとね、エロいかも。しかも、ということで、以上で、福袋、僕の中に入ってる福袋は、以上。うん、以上です。これで、7000円。高いなぁ、これ。これも、高かったよ。1個。これだな、5500円。もう計算がわかんないから、後でなんか、合計金額はこちら、チャレンジでしておきます。1、2、3、4、5、6、7、8点。8点で、これで1万1000円でした。え？やばい。もう全然元は取ってるよ。ね、うん、お買い得だね。これやばいな。はい、じゃあ僕のアンダーアーマー福袋は以上でした。続いて、はい、トキト君です。はい、僕のも。どんな感じになるのか。じゃあこれはちょっとこっち側に置いといて。はい、そうだね。これは何だろう。ウェア？ウェアかな？じゃあちょっと、袋を見せてもらって。はい、1着目はこちらです。じゃじゃん。あ、長袖。長袖。これいくらなんだろう。いくらこれでね、6000円。やばい。もうこれで、なんか元取ってきた感じ。ね、なんかしっかりしてる。してる。そう。めっちゃピチピチになりそうな。伸びる。ね、エッチな。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 あ、靴下。ね、これ多分さっきの人だね。一緒。うん。靴下が1000円です。はい。次。じゃじゃん。いいね。白色のじゃじゃん、長袖トレーニングウェアかな、これでいくらだ、これは7000円、うん、もうこれで1万2000円ね、やばい、2人に2人にさあ次は何でしょう、あ、この数ウェアかな、ウェアかな、うん、これあれだ、え、これ7000円だよ、やばいね、これなんか長袖多くない？長袖すごい、じゃじゃん、これウェアです、7000円、うん、はい、しました、すごい、こっちなんか高くない？高いね、これもらってこれ2万円ぐらいになってるね、うん、そうなってなってる、すげえ、次、続いては何でしょうか、楽しいね、黒袋って、すごい、これが、これは1万5000円マジでやばいよ、本当にマジですごい、ポロシャツ、ポロシャツだよ、うん、で1万5000円すんの、何この高いポロシャツ、じゃじゃんじゃじゃん、はい、じゃあアンダーアーマーのこの次行きましょう、そんな高かったの、これだってもうさ3万6000円ぐらいだよね、そう、当たってるじゃんこの福袋、そうだね、当たりだよ、当たり、ちょうど取ったわけだ、これウェアかな、そうだね、じゃあじゃじゃんと、じゃじゃん、あ、なんか可愛い、さっきでも見た気が感じがする、半袖、うん、のウェアでお値段4500円、やっと半袖、結構1万円なのにね、すごいね、うん、まだある、工作、さあ次のウェアは何でしょう、これは7000円の7000円、じゃじゃん、ズボン、長ズボンね、あ、本当だ、なんかジム用でジョギングで使えるかも、うん、そうね、いいね、かわいい、すごいね、あ、次がラスト、ラストは何でしょうか、ちょっとドキドキこれ、レアかな、レア、これ何のやつか、あ、レアない、レアじゃない、あ、これはパンツ、パンツ、スタジャン、スタッツ、これ4000円。4000円。はい。ね、ということで、はい、ペット君の福袋の1万円の1000円で買ったお値段の合計はこちら。チャリーン、すごい気になる。これ多分すごいいいんじゃない？うん。ね、1万円以上だったね。だって、ポロシャツが1万5000円でびっくりしたね。もうこれ元取ってるよね。ということで、うん、僕とペット君の、はい、福袋は、こんな感じで、はい、はい、商品数はこんなにたくさんありました、ね、じゃーん、かぶったのもそんななかったね、なかったね、うん、なんかそれだったし、うん、はい、
で、ここまでで、次、交換だった。僕はね、黄色と青は写真で使おうかなと思って、そうね、そう、保持したいね。そう、保持それ以外で何かさ、気になってるのがあれば、持っていきますか。いいよ、はいはい、はい、やったーパーカーパーカーできます。僕はポロシャツが気になります。はい一番高いやつをジュどれかな。これ写真で撮ろうね。これでも絶対いいよね。僕結構半袖も多かったから、今のシーズンはちょっと着れないかもしれないけど、もしかしてパーカー好き。パーカー好き。あ、じゃあもう一個あげるよ。本当？これはいいよ。これあげる。なんかこれもなんかアンダーモード。本当だ。うん。これ持ってていいよ。じゃあはい。二つあげる。やったー。パーカー二着。二、うん、着。チャリーン。で15,000円の。ありがとう。やったー。このシャツ。ね。え、なんかこれピチピチしそう。うん。ね。ね、後で着てみて。うん。じゃあ以上で。アンダーアーモの福袋開けてみたでした、はい、で最後に多分僕とトキト君のアンダーアーモの写真がどっかで多分インスタかどっかに上がると思うのでお楽しみにしてください、はい、ということで、新年、アンダーアーモ福袋編は以上です。せーの、お疲れ様でした。